ボンジュー、皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介します。先日とてもコストパフォーマンスのいいお買い物をしました。さて、このコストパフォーマンス、コスパと言われますけれども、フランス語ではどう言ったらよいでしょうか。 Le rapport qualité-prix。 Le rapport qualité-prix。 Le rapport qualité-prix。 直訳すると品質と値段の関係です。皆さんも品質と値段の関係がいいお買い物をしてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしています。コスパも抜群。それではアビアトー。